えっと皆さんこんこにちは、えー、私あの、電気通信研究所の所長しております、あの中澤です。で今日はですね、えー、ちょっと違った形のお、お聞き慣れないかもしれませんが、電気通信研究機構という立場で、えー、お話をさせていただければと思います。あの我々の方では、えー、情報通信再構築プロジェクト いうのを8つのですね大きなプロジェクトのうちの一つとして、責任を持って遂行しているという立場でありますが、それをですね、電気情報系、われわれ研究室が70以上あるんですけれども、そこのところがですね一丸となって、この電気通信研究機構の中でですね、復興プロジェクトを開発していくということをやっております。で今日日お話しいたしますののは最初に日本の 東日本大震災で浮き彫りとなりました情報通信ネットワークの脆弱さについて簡単にお話ししまして、電気通信研究機構の創設、その機構の中で今推進しています、対災害の ICT 研究プロジェクトを紹介いたしまして、 最後に独立行政法人、これの先ほど総長のほうからもお話がありましたが、情報通信研究機構、NICT とのです、ね、包括連携の中で、対災害の研究活動を今後も続けていくということで、それについてご説明して終わりたいと思います。でこれはあの東日本大震災におきまして、通信設備が被災した様子を示しておりますけれども、 アクセス系、えー、皆さんのうちに近いアク,セス系ア,アクセス系ですね、それから中継系を見ましても、こういった携帯電話の基地局、それから通信ビル、えー、その中の交換機とかですね、えー、ことごとく被災して、えー、います、えー、ここにそのような状況を示していますが、これによって、ですねあの通信が完全にあの途絶えてしまったということであります。で、実際にその状況を見てみますと、左側にですね固定回線。 ですね電話固定電話右側の方に携帯電話を示しておりますが190万回線です100万回線以上のですね回線が被災をしましたでそれによってですね80から90%の電話のですね規制が起こったとまあほとんど繋がらないという状況でありました一方で携帯電話の基地局も見ますと29,000 のですね、基地局が被災していると停止したということでありますで、えー、固定電話と同じように、えー、携帯電話でもですね70から95%の制御がかかったということであります一方一つ特徴的なところはあの IP といいますかパケットはですねネットワークを通ることができまして皆さんに非常に小さい情報量ですけども伝わっていますですからあの非規制ということで、えー、ありました でまあ、こういう状況でありましてその時にです、ね、浮かび上がってきました情報通信の課題というのがここに書いたようなことが挙げられております、えー、通信回線の途絶という意味では基幹ネットワークですねあるいは携帯端末そういったものが断絶してしまったり、えー、混雑したでインターネットもつながらなかったことがあるで情報収集の不能という点では 地震と津波のですね正確な情報が届けられなかったと安否の消息等もよくわからなかったということがありますこれは発信情報の不足という面では防災無線による情報が聞き取れなかったあるいは支援物資の需要の情報が不足していたというようなことがございまして仙台市のですね震災復興のビジョンの方からはですね 東北大学への期待ということで、我々あの電気情報系の方に関しましては、安全安心な情報通信技術を構築してくださいと、それから情報通信分野をはじめとする都市防災力を高める研究機関と、それから関連産業をこちらのように集積してくださいというふうな期待がかけられております。 でそういう中で我々情報通信再構築プロジェクトでですね災害に強い情報通信インフラの開発および実証拠点の形成ということを目指しておりますであのここに、えー、青字にあの白く抜いてありますがこういったことが我々の具体的な研究テーマでありましてトラフィックの急増に耐えうる通信容量の確保 あるいは災害からのデータの保護広域分散ストレージとかですねそれから今まであのお話が出てきましたけども ICT 医療ですねあるいは遠隔医療そういったことそれから服装を回避する制御管理あるいは絶対に死なないようなネットワークを作る、えー、容量は小さくても必ずつながっているネットワークを作るとかですね それから災害時にも確実につながる適用型の高信頼通信回線を作りましょうということであります。これを目指してですね、我々 ICT による被災地の復興、創造的復興を目指そうと、やがては ICT 分野のですね、産学連携の拠点、あるいは世界的な拠点になっていきたいということでございます。えっと、これがですね、 電気通信研究機構、今日お話ししたい、中心のことでありまして、東北大学の電気情報系というのは、研究室がたくさんありまして、普通は別々に研究しているわけですけれども、今回のような被災に関しましては、我々ネットワーク、あるいはシステムを作るということになりますので、いろんな先生方の協力を得てですね、進める必要がございます。そこで、電気通信研究所が中心になりまして、 情報科学研究科それから工学研究科理工学研究科さらにはサイバーサイエンスセンター、こういったところに、いろんな電気情報系の先生がおられますので、そういう先生を募って、ですね電気通信研究機構というのを作らせていただいて、で今、活動しております。発足しましまたのは あの一昨年の10月1日でありまして、これは本部の組織としてお認めいただいて活動をしております。現在、約50名の教授および准教授で、対災害の ICT の技術を開発しております。それで、災害に強い情報通信ネットワークっていうのも、えーと、簡単に見ますと、 このようになるかと思います横軸に時間を取りまして縦軸にネットワークの機能というのを取りますと災害が起こりますとネットワークの機能が急速に低下してもう通信ができないと実際今回もそうでありましたで時間がかかりましてゆっくり回復していて元の状態に戻るということでございますけどもそれに対して我々ネットワークが被災してもですね 幾分化は通ると、堅牢なネットワークを作ろうと、情報通信が完全に途絶することはないようなネットワーク、さらには、ネットワークの早期復旧、こんなに時間がかかるんではなくてです、ね、もっと早めに復旧する手立てはないかと、そういう開発をしましょうと、さらには、効率的な情報の収集、あるいは伝達する手段をちゃんと構築しましょうということで、 このような赤の破線の状況ですねこういった形に改善したいとネットワークは被災してもつながっていてそれが回復するまでの時間は短くて元に戻るとこういったことをやっていきたいということであります。それで実際我々が取り組んでいるプロジェクトの数は大変おございましてここにその一部を示しておりますが。 と二十四年度のですね総務省の委託研究としてこれらいろいろ進めております。それ二十三年度の補正予算のものとですね二十四年度の本予算のものがありますがここにはあのよと三つ色を変えてありますけれども堅牢なネットワークという意味ではこの一から五のテーマプロジェクトを推進しております。それからネットワークの早期復旧という意味ではこの二つそれから えー、効率的な情報収集および伝達ということではこの3つでございますで。ご覧になっていただきますと、えー、研究機関としまして、えー、キャリアのところ、ま、KDDI さん NTT さんそれから NHK さんも入っておりましてそれに対して東北大学が全部入っていてあと企業ですねが入って産学間連携で進めています。であのこの 単に東北大学と書いてありますけれども、この1つのプロジェクトには、先ほどお話ししました、機構の中の先生方がですね、10人ぐらい、1つのプロジェクトに入って、連携をして進めているということでございます。それで、いくつかですね、我々がやっていることを簡単にご紹介したいと思います。1つは、大規模災害時における移動通信ネットワーク、動的制御技術ということでありますけれども。 これ普段のネットワークのどういったコンテンツを送ったりとかネットワークが動いているかということを示しておりますけれども震災とかが起こりますと音楽とか動画とかいわば娯楽に近いようなところはいりませんのでこういったリッチメディアのところはですね通信は全部重要な通信に回そうと。 でここにありますけども音声の、えー、通す情報量が不足している場合はこういうリッチメディアは全部切ってですねここを手伝うという形でネットワークをですね動的に制御していきましょうということであります。でドコモさんの方でこの研究を進めておられますけども25%ぐらいのですね疎通率を目指すということで今は 20, 20回発信して1回つながるんですけども。 震災時でも四回発信して一回でつながる、そういうふうにしたいということでございます。えっとこれは災害に強いネットワークを実現するための技術ということで、重層化したネットワークの接続ということが提案されています。これあのレイヤーがですね、えっと一二三四つございますが、通常時はこの中で通信をしています。携帯スマホ、スマホワイマックスですね。 だからこの層というのは地域の行政とか自衛のネットワークがありますしこのグリーンのところは車両間のですね、アドホックのネットワークが独立に動いていますまた一番上のところは衛星系のネットワークでありますでひとたびあの被災しますとこの中ではあのスマホ等が通信できませんのでその場合には違うレイヤーがですね、こういうネットワークを開放してです、ね、つながるようにつなげるようにすると。 でえー、例えばあここが被災した場合にはこの地域ネットワークの濃度、えー、のところで、えー、ここの情報を受け取るように開放してもらってここの中で情報通信をするあるいはもっと上の方の、えー、車両のアドホックの場合にはこういったところにですね、えー、電波が飛んでいってここで通信をするとでこちらに来るあるいはもっと遠隔地でありますと衛星を使うということでここの地域ネットワークの濃度に飛んでいって 通信をしてで,きるわけで,すでそのためにはえー、っとですねここにポリシーサーバーというのがありますけどもこの各階層を制御しながらですねこのネットワーク全体を管理しているとでその情報のやり取りをインターネットを介して絶えず見ているというふうにしておりますでこれは、えー、災害時に有効な衛星通信ネットワークですがあの皆さんあの当然あの ご理解されますように、えー、震災では地上は壊滅的な被害を受けますけれども、衛星は一切あの被害を受けません、そこでこの衛星を積極的に使おうということで,です、ね、ここにありますように、大型のアンテナを積んだその、えっと、送りですね、えっと、電波を出すところ、それからこれは小型の、まあ、車の搭載するようなアンテナ、それからこれは 手で持っていけるような下半型のです、ね、アンテナこういったものを開発しましてで地上系は壊滅しても衛星を使ってですねで衛星もいろいろありますけどもですからあのプロトコルは違うんですがソフトウェアをうまく調整してです、ね、衛星を全部使って情報通信しようと。 でえー、ここにありますあの大型のパラボラでは結構な情報量が取れますのでそれをいろんなメディアに分配して、えー、と通信をするということであります。これはですねリソースユニットというコンセプトでありますけども、えーまあ、電話局が被災しますと何も通信ができなくなるわけですがこれは小さな電話局ただし高性能な電話局をですね、えー、トレーラーに積んで 被災地に行ってこれを電話局の代わりにしようということであります。中にはあの無線の装置、光の伝送装置、それからサーバー、それからストレージ機能を持ったようなものがありますので、これはもう電話局ということでありまして、あの皆さんのあの市町村の中にえっと赤いなんていうんですかポンプ車がありますけれども火事の時に使うポンプ車ですね。でそれに対してこれは情報があ 伝わらなくなったときにその代わりをするその赤い ICT のシステムというふうに捉えております。でやがてですねこれあのリソースユニットをたくさんつないでいくこともできますので災害が起こっている現場で非常に有効であると思います。あとはあの放送と通信の融合ということで。 放送は非常に公共性が強くてあまりローカライズした情報は流せませんけれども最近ではその通信サーバーを使ってです、ね、細かいその地域に根ざした情報がデータとしてありますのでその一部をです、ね、こういった画面上に表示して全体の動きとそれから自分の地域に根ざしたインターネット情報というようなものを同時に流すというようなことも 計画されておりますこれはあの、えー、とこれ住民の方がおられるんですが外にいるときには、まあ、テレビは見ていないあるいは内部でいるときにテレビは見ていても、えー、とこの携帯を持っていないといろんな立場の人がおられますのでこのマルチメディアプラットフォームというのを作りましてですねここでこのメディアを制御して 危険が迫った場合には、ここで一回、えー、その危険性を、れいしすればですね、えー、全部のメディアにその危険性が伝わって、どこにいても危険がはあの伝わるようにしましょうということであります。これ、最後ですけれどもあの、防災のです、ね、データベース化が非常に重要ですということであります。で被災をいいいたたしますすとこういったとここうっろをいろんな情報を持つわけですが デーータベース化をしてですねそれも紙に書いてではなくて音声入力で皆さんデータをですね、えー、とここでデータベース化しましてで、えー、防災情報のデータベースとして持ってるとでこれをですね皆さん共有して震災の時に役立てていこうということであります。で最後にあのとのですね、えー 包括連携についいいててちょっととお話しして終わりたいと思いますあの東北大学の方でですね、大学の学内に研究拠点をですね NICT とですね整備して、産学間の共同研究を推進して、災害に強い情報通信の実現と、被災地の経済活動の再生をしましょうということで、今年の1月19日、早朝を交えまして、包括連携協定を締結しております。 で研究の内容としましては震災が被災が発生しても壊れない堅牢なネットワークあるいはつながるネットワークを目指しましょうということでありましてこのようなです、ね、研究センターを今年度今年の12月ぐらいまでので、ね、作ってこれは NICT の方の研究室が東北大学の方に研究室を構え 我々電気通信研究機構の方でも研究室が連携してですねここのところで対災害の ICT 研究をしていきましょうという考え方でありますで、えー、一つあのアピールしたいのがですねここのところで対災害の ICT 研究センターを作るんですがこの中に入る装置が世界初のです、ね、対災害の ICT テストベッドということで光ワイヤレス 無線ですね、それからデータストレージそれから衛星技術こういったものの最先端のですねテストベッドを設けてここでですね災害、まあ、あの今後南海トラフとかあちらの方の災害もあ,のあるかもしれませんのでそういった時、えー こういったところでや、ここでやる、ね、ICT のテストベッドを介して、いろんな大災害の研究が加速できればいいなというふうに思っております、はい、以上であります。